皆さんこんにちはこの度は動物愛護講演会をご視聴いただきありがとうございます本日司会を務めさせていただきます動物総合センター中根と申します本来でしたらご来場いただき講演会にご参加いただくところでしたが新型コロナウイルスの蔓延防止のため映像の配信といたしましたことをご了承くださいそれではただいまより動物愛護講演会 災害その時ペットは飼っていない方にも知ってもらいたいことを開催いたしますはじめに岡崎市動物総合センター所長より挨拶申し上げます皆さんこんにちは岡崎市動物総合センター所長の牧野です令和3年度の動物愛護講演会につきましては新型コロナウイルス 感染拡大の影響により対面での開催ができなくなってしまいました。しかしいつ起きてもおかしくない災害時の備えとしてペットにおいてもあらかじめ対策をしておくことがいかに重要であるかを多くの皆さんに知ってもらいたいとの思いから今回オンライン形式の講演会の動画を作成しました。 ぜひご覧ください岡崎市動物総合センターとこの講演会を共催している岡崎市獣医師会は災害時における動物の応急業務の応援に関する協定を締結したり地域総合防災訓練でペット同行避難の訓練を協力して行うなど ペットのの災害対策事業の強化を図っていますこうした災害対策事業をはじめ皆さんに役立つ多くの動物愛護事業をこれからも展開していきますので今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました それでは、これよりご講演いただく佐伯淳先生のご紹介を行わせていただきます。佐伯先生は、長年にわたり大阪で動物病院を開業し、小動物臨床に携わっておられる方々ら、災害時の動物救護対策を研究テーマとして、制度の確立や調査研究を行っておられます。また、公益社団法人、日本獣医師会理事、公益社団法人、 大阪府獣医師会会長、帝京科学大学準教授、災害動物医療研究会代表幹事として、日本の獣医療に貢献しておられます。本日は、災害、その時ペットは、飼っていない方にも知ってもらいたいことについてお話しいただきます。それでは佐伯先生、よろしくお願いいたします。 では、あのお話を始めたいと思います、えー、先ほどご紹介をいただきましたえー、佐伯と申します。えー、まあ、災害のことに関わり始めたのは、もう十数年前からずっとえー、様々なことをやってきてるんです。けれども、えー、まあ、そのきっかけは。まあ、あの災害直接ではなくてえー、まあ、いわゆる。最近問題になっている犬の多頭飼育問題で。 えー、たくさんの犬たちを救護しなければいけないという、えー、ことに携わりまして、えー、その時の経験が、まあ、災害時でもまあ同じではないかということから、えー、大阪府でさまざまガイドラインを作ったり、えー 行政と協定を結んだりといった、まあ、経験をしてきています。まあ、そんな中で現在では、えー、日本獣医師会のそういった、まあ、災害時の動物救護を担当する、えー、理事をしておりますし、えー、災害動物医療研究会というのを、えー、立ち上げていまして、えー、そちらの役員や今現在代表を務めたりもしております。では、まあ、本日あのいただきましたあのテーマとしましては災害,を災害が発生したときに えー、ペットをどうしたらいいかと、えー、言ったことなんですけれども、えー、ちょっとサブタイトルで、またこれも。あのー 飼っている方だけではなくて飼っていない方の理解というのも必要かということで、えー、それをちょっとサブタイトルに入れております。これは私たちもずっと大事だなと思っているところでしたので、えーまあ、この動画を見ていただける方は、まあ、多くは動物を飼われている方だろうとは思うんですけれども、えー、飼っていない方の視点というのもぜひ考えていただきたいですし、えー、動物を飼っていらっしゃらない方は 動物を飼っている人も災害時には被災をして一定数その住民の中にはそういった方もいらっしゃるということも考えていただく機会になればと思っています今日のお話の内容としましてはまず1番目にちょっと過去の災害を振り返ってみたいと思いますそして2番目に自助・共助・公助ということでこれはまあ災害 の対応の基本にもなるわけなんですけれどもこれをお話をしますえ、そしてまああの地域を守るためにという今回ちょっとさせていただいたんですがま動物と地域の人両方を守っていくということでお話をしたいと思いますえ、まず最初のとこですね、えー、まず災害とはどういうものかという定義なんですけども、えー 広範囲な人、物、そしてま環境の損失をきたす社会機能の破壊ということで、さらにその地域社会だけでは対応しきれないものを災害というふうに定義しています。例えば、じゃああの地域社会だけでもすぐ対応ができてしまうものっていうのは、え基本的にはこういう 定義から言うと災害とは呼ばないんですね。まあ、事件であるとか事故であるとかっていう考え方になります。それから大事なことっていうのはこの人そして物 環境すすべててが破壊されてしまううとということです、えーまあ、動物は法律的にはこの物にも入ってしまうわけなんですけども、えー、もちろん建物とかも全部入るわけですけども人間だけの問題ではないんだよ災害っていうのはということですそれ動物を含めた物の破壊そして、えー、地域の環境山や川、えー、そういったすべても壊れてしまうんだよということが大事なことなんですね。えー これをまあ意識していただく必要性が一つはあるかと思いますそして災害の分類ということなんですが自然災害と人員災害に大きく分かれます、えー、自然災害は、えー、大雨とか洪水とか台風とかあと地質学的なものとして地震や噴火津波 それから生物災害として、実は今の新型コロナウイルス感染症、コロナ禍というものも災害の一つと考えているんですね、こういったものも災害に含まれます。<laughs> から人員災害に含まれるものとして、技術的なものとして、原子炉事故とか、大規模な交通事故とか、大規模な火災であるとか、それからまあ戦争とかテロリズムといったものも大きく災害に含まれてきます。 なので実はまああの私たち災害対応ということを学んでいく中ではまあこういったテロリズムとかあるいは大規模感染症といったことも今まで意識しながら対策を考えてきたりしてきています。ちょっと過去の災害を振り,を振り返っていくということで、えー、阪神山大臣 淡路大水産これは1995年なわけですけれどもまあこの震災というのはもうだいぶね時間が経ちましたので色あせてしまったところもあるんですけれども実は非常に大きな契機となった災害です。 都会がですね、被災したというのは、えー、この災害なんですね。えー、当然まあたくさんの動物を飼育されていた方もいる中での、えー、都市での大規模災害ということです、えー。大都市が大きな被害を受けたこの震災では、報道によりまして被災した動物たちが非常に注目されたということがあります。で、また、えー、その復興をいろいろと検証していく中では、えー、都市として、えー、街並みや建物が復興するだけではなくて、 え生活の復興も大事だということが、えー、長年の研究で分かってきているんですね。ですので、この絵は何を出したかというと、まあ、動物たちとの暮らしというのは、実は毎朝い、まあ、決まった時間に起きて、決まった散歩コースをして、戻ってきた後は朝ごはんを食べて、えー、また夕方も散歩をするとかですね、そういったまあ生活のリズムにもなっていることで、そういったことが失われてしまうというのは、 意外と日常生活を送っていると気づかないことなんですけれども、被災された後というのはとても大きな喪失感があるものなんですね。ですので、災害点のいろんなものを失っていきます。人の家族の命だけではなくて、自分の家や思い出や、そういったふ普段やってきたことすべてが失われてしまうんだよということです。そそしてそれを復興というのは 全てが取り戻せなくても見た目だけではなくてそういった失われていたもの一つ一つをできるだけ元に戻していくというのもまあ復興なんだよということが今までのこの検証で分かっていることなんですねで続いてこの、まあ、阪神・淡路大震災では先ほど申し上げたように徘徊する猫の姿が、えー、報道で 国の中だけではなくて海外でも大きく報道されました、えー、そして当時の日本は、えー、まあそういう動物のことは全く災害対策から抜け落ちていたので、えー、その街をさまよう犬や猫の姿が世界的に報道されることでとても大きな批判を受けたんですね、えー、まあ先進国と言ってる割には何というひどい国なんだということを叩かれまして 急いで動動物の救護活動を始めましたそういった経緯ではありましたけれども近代の日本で初めて大規模な動物救護活動が行われたというのがこの阪神・淡路大震災でこれは兵庫県の南部地震兵庫県南部地震3田といいますねサンダの動物救護センターの写真ですけれどもこういうビニールハウスのテントなどを利用して えーまあ、シェルターというのを作って動物の救護活動を行ったというのは、えーまあ、近代の日本ではこの阪神・淡路大震災からということになります。え続いてまあ東日本大震災こちらはまだ記憶に新しいかと思います。えー、だいいぶ時間が経っているんですけれども えー、もちろんこの時もさまざまな動物を巡る問題がありました、まあ、特に、えー、原発事故に際してはとにかく逃げなさいということで、動物は連れていけない状況で逃げなければいけなかったということで、えー、家畜の牛や豚だけではなくて、えー、多くの犬も餓死をしたり、つながれたまま餓死をした犬もたくさんいます。 えまあそういった状況ではあったんですけれども、まあ、そういう原発災害に巻き込まれなかった地域に関しては、同行避難といいまして、犬とともに避難してきた方もたくさんいらっしゃるわけで、えー、こういった避難所の屋外ですね、これ、屋外でテントを張って中にケージが並べられてますけれども、こういう形や、屋内の駐輪場など、あるいは倉庫のような設備を使って、 人が暮らすスペースとは別に動物の居住スペースを作ったということが行われました。その他そういった原発の避難してしまったところ、そしてまたもう人が立ち入れないようになってしまった場所にたくさんの犬や猫が取り残されてしまいましたので、それを後日、 放射能の警戒をしながら現地に入って、そういった犬を救護しなければいけないということになってしまいました。そしてま救護してきた犬なんかを収容したのがシェルターと言われるところで、イーノとミハルという2か所にシェルターができて、まあ、後にできたこのミハルの方が新しいシェルターなんですけども、これはかなりあのいい設備だったんですけども、最初にできたイーノの方はこういったケージを並べるような形でした。 こういった避難所も一度設置しますとなかなか簡単には閉鎖できないんですねやはり数年間維持しなければいけないということになるんですけれどもやはり避難所やそれからその後の仮設住宅で動物と一緒に暮らせない飼い主さんは長期にこういったところに動物を預けていくわけなんですね。 でそういった場合でも、えー、じゃあ手放せばいいじゃないかとお考えになる方も多くいらっしゃると思うんですけれども、えー、こういった特に東日本の現場を見ていく中で、えー、飼い主さんの気持ちというのを、まあ、いろいろと考えてみますと、やはり先ほど申し上げたように、津波、えー、なんかでもう家もない、家族も、えー、犠牲になってしまわれて、みんな失ったわけで、失ってしまった中で、自分と、 唯一犬だけが、えー、もう家族というか自分の所有物として残ったもう犬しかいないという状況になられた方もいらっしゃるんですね、えー、そういった方の中で、まあ、一緒に過ごせない犬や猫をこういったところに預けてじゃあすぐにその犬猫をもう飼えないだろうから誰かにというわけにはいかないわけですね。本当に えー、多くのものを失って、もうこの子しか残っていない状況の人に、えー、そういった判断を迫るのはとっても難しい状況になります。えー、その他ですねあの、今まで東日本までというのはあの、どちらかというと、後になってから、えーまあ、被災したと言いますか、放浪している、ね、犬猫を、えー 捕獲する、救護するという活動で、そういった活動にも民間の人が入るという形で、公的な、例えば警察とか自衛隊とかが稲の猫に関わることはまずまずなかったわけなんですけれども、この口永ラブ島という火山島が噴火した災害がありました。この時は全島避難になったんですけれども、その際にはこういう海の孤島ですので、 住民避難するときにヘリコプターや、まあ、船を使うわけなんですけれども、従来でしたら犬や猫はまず置いていかれてしまったんですね、置いていきなさいということだったんですけれども、この災害では、えー、自衛隊や海上保安庁などの船やヘリコプターに住民と一緒に、えー、その飼い犬や飼い猫も、えー、同時に避難するということをが行われました。 当たり前ではないかと飼い主さんを思う方もいるかもしれませんが、これはとても大変なことです。基本的にはこういった自衛隊や海上保安庁などは、犬猫を船に乗せたり、ヘリコプターに乗せることは通常はできないというか、ありえないんですね。それをしたということは、やはり住民の方と、そういったペットである犬猫たちというのを、生活の一つとしても切り離すことができないという認識をしてきたと。 言ったこととだろうと思われますそしてあと、えー、関東、東北豪雨災水害というのがありました関東一円で、えー、大きな水害が起こったという、えー、問題ですね災害ですねでこの時もよくニュースで報道されましたけども屋根の上に、えー、取り残された飼い主さんが犬を抱っ,抱っこしていて えー、自衛隊のヘリコプターが救助に向かったわけなんですけれども、まあ、犬と飼い主さんを同時に、えー、助けたと、えー、いうことが、まあ、テレビで中継されるような状態になりました、えー、そういったことは、まあ、こ,こ,この災害ではもう随所に見られたんですね、えー、海上保安庁の水難救護隊の人が、えーまあ、猫を助けたり、犬を助けたりといった写真もたくさん残っております。 やはりこれも先ほどの離島における火山災害などと一緒にですねこういったいわゆる公的な機関での動物に対する考え方というのが徐々に変わってきたということを意味する出来事でした。そしてて熊本の震災と続い,ているんですが、 この時にはだいぶその同行避難ということが浸透してきたということで、えー、まあ避難所に犬と一緒に避難する方もいらっしゃったわけですが、たくさんいらっしゃったわけなんですけれども、えー、犬たちはどんな感じかというと、こういうふうにね、やはりあの一緒の部屋で過ごすというよりも、こういったまあ玄関のところにつながれていったり、えー、まあ車の中で世話をされていたり、えー、そういったことがまだまだ主体だったんですね。 で内閣府とか環境省という国の機関は、えー、現在、同行避難、えー、これはまあ犬と猫と飼い主さんというのがとりあえず避難所までは一緒に行くということですけれども、それを推奨してもう国の方針としています。えーまあ、こういったガイドラインなんかにも明記をされているわけですね。<laughs> 同行、えー、避難というのは今申し上げたように、えー、飼い主さん家族と犬や猫が一緒に避難所に避難するということですけれども、えー、実際、避難所に入りますと多くの避難所ではペットは別の場所で管理することになるというのが普通です。 ここはね、飼われている方、勘違いがある場合があるんですけれども、同行避難というのは、一緒に避難するというだけで、避難所に一緒に家族と一緒に暮らせるという意味ではないんですよということです。そういった場所もある場合もありますけれども、多くの場合は別の場所で管理されます。 でこの避難所の運営っていうのは、どういうところが行っているかっていうのは、えー、避難所運営とていうのは、実際はまあ自治会や学校なんですね、えー、市町村っていう基礎自治体っていうのが、えー、設置して、運営は自治体とか学校がまあ運営するということになります。えー、ですので、その自治会の役員さんとか、学校の、えーまあ、校長先生や教頭先生などが、えー、ペットに対する意識というのが低いと、ですね受け入れ拒否ということが起こってしまうんですね。 なので、まあ、最近の災害でも次から次へとこういう問題が起こっているんですね、まあ、国としてはもう、登校避難をすべきし,しろというふうにしているんですが、えー、そして大概、都道府県レベルまではそれが降りてきていて、地域防災計画などではそれが明記されていても、その下のところで徹底されていないというのが現状になります。 毎年のようにさまざまな災害が発生しているわけですけれども、避難所で動物が受け入れられなかったというような問題というのは繰り返し出てきています。えー、実際はその避難所では、もともとは動物を受け入れるようには、えー、運営マニュアルなどでは書いてあったり、えー、してるんですけれども、実際、ことが起きてしまうと、えー、現場の判断で受け入れないと、えー、言われてしまうことが多く見られています。 これはかなりまあ地域性などもあるんですけれども、えー、それがどうしてかと言いますと、まあ、地域におけるペットの位置づけや飼育形態の問題です。えー、つまりペットがもう家族の一員として扱われているということなのか、それとも番犬のようにまあ基本外にいるえ家族の一員というよりもまあ家にくっついているようなものだというような位置づけなのか、えー、それからまあ屋内で飼育していて、一緒に寝たり、えー、一緒にくつろいだりするような関係なのか。 で入り自由の状況なのか、まあ、こういった飼育形態によっても変わってくると思います。ですから地域コミュニティの状態というのは、やはりその地域での連携が取れているかどうか、ですね、まあ、自治体組織などがしっかりしていたり、えー、まあ昔ながらの人と人のつながりが維持されているのか、それともえ住民の出入りが激しくて、ですねなかなか地域で連携体制が取れていないのかというところもあると思います。 それから基礎自治体さんの意識ですね、まあ、これが、えーまあ、動物ということを考えると、えー、ペットやペットを飼っている人にまで、えー、その意識が及んでいるのかどうかとか、えー、そういったところは、えー、自治体によっても温度差があるというふうに思います。次に、まあ、自助、共助、公助というところなんですけれども、<laughs> まず自助といいますのは、自分でできる災害への備えということで、 えーまあ、繰り返しこの画面に出てくるんですけども、飼い主さんとして備えるべきこととして、ワクチンの接種であったり、寄生虫の、えー、駆除をしておくとか、日頃の健康管理をしっかりしていくとか、えー、病気がある子に関しては病気の管理をしっかりしていくこと、それからまあしつけをちゃんとしておくこと、からマイクロチップとか、首輪とか、えー、観察とか、こういったことをちゃんとしておくこと、えー、それから防災。 用品の中にですね人間だけじゃなくて動物のものも用意することなどがまあ基本です、えー、これまあ実はどれ一つとってもですねまあ、特別なことではなくて、えー、特にえこういったことですね動物に関することなどに関しては、えー、まあ飼い主さんにはぜひフリオロからえ災害とは関係なくてもやっといていただきたいというようなことばかりになっています 次、共助の部分というのは、いわゆる助け合いですので、近隣とか友人とか親類とか、まあ、自治会とかそういったところ、えー、とのまあつながり合いということになります、えー。動物を飼っている方では飼い主さん仲間ということになりますし、えー、あとはまあ避難所運営協議会というのがありますが、避難所を運営するところとのつ,つながりとかっていうのも、まああのー、本当はですね、飼い主さん仲間の中でそういった方を巻き込んで、 えー、災害が起こったときにどうすればいいかということを相談しておくというのは大事なことですよねということになります次にまあ避難所ですけれども、えーまあ、これも共助のところに入るわけなんですけども避難所を先ほど申し上げたようにまあ解説は市町村がするということであと避難所の運営マニュアルというのも市町村が普通は作って である中では、えーまあ、都道府県ではそういった形で、まあ、国の意向を受けて、えー、動向避難動物への対応というのを、えー、多くのところで、えー この避難所解説のマニュアルというところにも都道府県では落とし込んでいます。えー、まあそれをもとにまた市町村も作りますので、多くの市町村でまあこのマニュアルの中に動物への対応も書かれているところがまあかなり多いというふうには思っているんですけれども、えー、実際ただ避難所を運営するのは、えー、市役所の方が来て運用するわけではなくて、自社の運営は えまあ、避難所が学校であれば学校の校長先生や教頭先生それからまあ自治会や住民から組織,で運営組織する運営委員会というところが運営していく中ということになるんですね。えー、ですので避難所の運営主体というのは、えー、地域という認識を持っていただく必要性があると思います。 なので、市町村はもう解説をしてしまいますと、えー、他の対応で手一杯になってしまう中で、えー、それぞれの避難所の運営は地域の住民によって行われているという状況なんですね。ですので、えー、地域の中で、えー、その動物たちがどのように受け入れられているのかということが、この避難所で動物を、えー、受け入れてもらえるかどうかの大きなネックになってきてしまうということなんです。 なんでこうマニュアルとかで決まっているからというよりも、えー、地域住民の方が動物に対してどういう気持ちで日頃から接しているのかということが、えー、災害時に表に出てしまうといったことが、えー、問題としてあるということになります。 こちらも写真を先ほど見せましたけれども、えー、多くの避難所では動物たちはこのような別のスペースで飼い主さんのまあ共同管理で行われてくるんですね。ですので、共助というところでは、飼い主さん同士の連携協力というのがまあ理想的には日頃から行われていることで、えー、こういった災害が起こって一緒の避難所に避難するような場合には、円滑にこういった協力の仕組みができるのではないかという部分もあります。 それから仮設住宅ですね。仮設住宅は多くは今までの災害ではペットが飼育できない状況になる場合が多いです。ですので東日本の場合なんかはもう別にこの敷地の中に動物を飼育する小屋を別に作りましてそこで世話をするという場面もありました。一方ただ最近の災害ですね、そういったところでは。 仮設住宅ではもう初めからペットの同居を過とするようなところも多くなってきているわけです、えー、まあ、そういったことも今後考えるべきところですよねただ場合によっては借り上げの、えー、仮設住宅と言い,いましてすで、えー、にある公営住宅や、えー、マンションなどを、えー、仮設にするみなし仮設というのがありますのでそういった場合元々の規定で動物が飼えないというケースもあります であとは、まあ、公除の部分ですね、公除というのは国や行政やまあ公益団体などが行うもので、えまあ、市町村とか都道府県、警察や消防、自衛隊、獣医師会などがそれにまあ該当するものだと思います。でこれはまあ2020年のペットフード協会というところがまあ統計を出しているデータの一つなんですけれども、まあ、どのくらいそのペットを飼育している。えー 世帯ががあって等数いいるかとうここでは何を、えー、知りたいかというとこれがまあ犬でちょっと消えちゃってますがこちらが犬でこちらが猫なんですけれども、えー、世,帯世帯の飼育率ですね、えー、と犬が10%犬猫とも10%ぐらいということでペットを飼育している家庭というのは全世帯の中でも10 20%程度だろうということになるんですね。 海外ではまあ50%、60%と、えー、アメリカなんかでは言われている中では、えー、日本においてはペットの、えー、飼育している家庭というのは全世帯からすると少数派であると、えー、言えるわけで、まあ、そういったところにどこまで控除という、まあ、固い言い方をすると税金を使った活動というのが、えー、対応できるかっていうのは、ペットを飼育していること方は考えなきゃいけないところだと思います。 でこれは人とペットの災害対策ガイドラインという今環境省が出しているものなんですけれども、えー、国や都道府県、えー、ではまあ災害対策基本法であったり、動物愛護法といわれる法律の中で、動物の対応というのが明記されていますので、えー、動物に対して救護活動をはじめです、ね、災害発生した際の対応というのはしなければいけないことが、えー、こういったことで示されているわけです。 でそういった、まあ、あの都道府県等の行政が行う中では、その人とペットの災害対策ガイドワインの中ではです、ね、こういった、えー、動物救護本部というのが作られて、えー、この本部は、まあ、都道府県であったり政令市なんかが設置するもので、えー、その都道府県の方や、まあ、獣司会の会長などが本部長になって運営するということが、まあ、従来から行われています。えー、そして、まあえー こういったまあその本部の事務局ですね、これは動物愛護行政に関わる部署が担当することが多いですけれども、それとまあ獣医師会がもう両輪のように働くわけなんですけれども、こういった行政の動物愛護関連部局と獣医師会がその本部の中でさまざまな活動をします。 逃げてしまった動物の捕獲や治療を行ったりとか、ですねそういったシェルターという動物の保護施設ができれば、その管理、運営をしたり、えー、避難生活を送っている方の飼っている犬や猫の健康管理や衛生管理を行ったりといったことをしていくことになっています。<laughs> で繰り返しになるんですけども、まあ、市町村は避難所を開設して、運営して、マニュアルも作成していて、その中には大方、こういった動物に対しても、同行避難してくるんだよということは書かれているんですけれども、実際の運営しているこういったまあ学校レベルや住民のレベルというところまで入ってきますと、もちろんそんなことは、本来書いてあることなんですけれども、えー、把握せずに避難所を運営しているというのが現状です。<laughs> それから自衛隊とか警察とか消防、先ほど過去の災害の中では動物の救助を行ったことは画期的だというお話をしましたけれども、やはり彼らの使命というのは人命救助が使命です。ですので、人よりも動物を優先して助けるということは、まあ、絶対にと言っているほどありえないですね。今までそういった動物を助けてくれているのは、あくまでもその動物のためではなくて、 飼い主さんを助けるためには動物も一緒に連れていかないと円滑な避難活動や救護活動ができないのでやむを得ずそうしているということなんですね。なのでまあ自衛隊なんかでは犬の救助は基本的には認められていません。そういうい災害派遣が行われたときに犬や猫を救助するなんてことは書かれていないわけなんですけれども、現場指揮官や個々の隊員の判断で、 飼い主さんである住民である飼い主さんを助けるためには、えー、それ飼育している猫も一緒に助けなければいけないだろう、そういうやむを得ない状況で行っているという認識なんですね。これは、重視会の対応ですが少しまあ古い調査なんですけれども、えー、この段階でも、えー、都道府県と、えー、協定を結んでいる重視会は、まあ、6割を超えていて、えー、最近の調査ではもう少し多くなっています。 でほとんどの獣医師会が自治体と協定を結んでいて、何か災害が発生した場合には、動物の救護活動をするということを決めています。それに関連しまして、VMAT というものなんですけれども、えー、これはもともとアメリカ獣医師会というのが設置したのが始まりなんですね、1922年のハリケーン災害の時です。 この時に作ったのが VMAT で、Veterinary Medical Assistance Team というのが本当の名前で、その頭文字を取って VMAT というふうにしています。連邦政府との協定のもとに活動するもので、トレーニングを受けた獣医師や動物看護師で組織されますというものですね。アメリカにはこれ以外にも、連邦政府が運用する獣医師を中心とした救護チームや、 各州の、えー、獣医師会、あるいは、えー、各州にある大学の獣医学部、獣医学科が各チームを持っていて、えー、様々な活動をしているというのがアメリカの現状です。えー、まあ、こういったものがあることを受けまして、まあ、日本獣医師会でも設置を進めているというのが現状です。 この VMAT 初めにできたのは福岡県の VMAT が初めてできまして、えー、その後ですね群馬県とか大阪府とか、今、えー、もっとたくさん増えていっています、全国全部とは言えませんけれども、えー、こういったチームを持っている重視会は増えてきています。VMAT 以外の名称で運用しているところもありますけれども、えー、非常に多くなってきているんですね。 例えば福岡県獣医師会はすでにもう熊本災害などを経験していますので熊本の地震,で地震や豪雨災害には、えー、出動しまして、えーまあ、飼い主さんの飼育支援であったりとか、えー、急病への対応というのをしたりという活動をしています。から群馬の的では、えー 人の病院の方と公立の病院と、えー、共同して訓練をしたりとかしているんですね。えーまあ、これらの訓練というのは例えば、えー、身体障害者補助犬ですね、えー、盲導犬とか聴導犬とか、まあ、そういったあの体の不自由になってしまった方が利用している犬というのはいます。えーまあ、そういった子たちを、えー、災害発生時どういう対応をするかというのはやはりその障害者の方を守る。 こととして大事なんですね、まあ、そういったことで人の病院と連携してそういった方の対応をするために訓練をしたりあるいは災害救助犬ですね災害救助犬というのは1頭いるだけで30人分の救助隊員の働きをすると言われています、まあ、条件が合えばの話ですがそれほど探知能力が高いんですね。 ですので、この犬たちが安全に被災現場で活動していくためには感染症の予防とか怪我に対応するための獣医師というのが必要ですのでこういった獣医師会のチームでは災害救助犬のサポートというのも活動内容に入れています。 大阪府今とではまだ,あのまだというか、幸いなことに出動するような災害にはあっていないんですけれども、まあ、こうした動物愛護週間などに行われるえイベントに参加しまして、えー 啓発活動ですね、動物の飼い主さんに向けて、あるいは飼われていない方も向けて、ですね、こういう対策が必要でしょうとか、災害時に注意していただくようなことということで、啓発事業を中心に行ったり、あとは各地域の防災訓練に制服を着て参加して、えーまあ、地域住民の方や自衛隊とか消防関係の方に、こういった動物に対応するチームを作っていますというアピールをしています。 次に、まあ、地域を守るためにとしましたけれども、もともとの台は、まあ、あの動物たちを守るということだったんですけれども、ちょっと地域全体にちょっと目を広げてみたいと思うんですね。これも先ほど出した資料ですけれども、ペットの飼育過程は20%程度はあるということなので、少数でも地域には一定数のペット飼育過程があるということです。で、これらの住民の方々というのは、じゃあ何かが起こったときにペットを置いて、 え簡単に避難できるかというと、えー、やはり家族の一員という思いは強いわけですから、やはり動物のことが心配で、本来はすぐに逃げなければいけないところを躊躇してしまうということがあったり、えー、やはりなかなかもう逃げずにその場所にとどまってしまうということも十分に考えられるんですね。でですので、えー 割合としては2割程度であっても地域住民には動物を飼われている方がいてその方の意識というのは家族の一員として見ているんだだから、えー、動物に対する対策を取らなければそういった方たちが犠牲になってしまう可能性があると、えー、またそういった方たちの避難を促すために、えー、消防 団とか消防関係の方や警察の方が動かなければいけないということは、え場合によっては犠牲になってしまう可能性もあるわけで、非常に大きな問題になります。ですので、えー、地域や地域住民を守るためには、ペットへの対策というのも一つ組み込んでいかなければいけないという認識を、えー、地域で共有していただく必要があると思います。で動向避難 えー、というのはペットが一緒に避難所に来るんだよということなんですね、ただ一緒に同居するという意味ではありませんということは何度も強調させていただきたいと思います。さて、皆さんのお住まいの地域ではどのくらいのペットたちがいて、えー、もし避難してくるとしたら、一つの避難所にどのくらいのペットが来るかということはやはり考えておかなければいけないところだと思います。 避難所では先ほどの写真のようにですね多くの人が密集して暮らしますので避難所での衛生状態というのはかなり悪化してしまうというのが一般的な状況になりますそうしますとさまざまな感染症が発生するんですね多くは人の中で流行するものですけども過去の避難所でもインフルエンザであったりノロウイルスであったりといったものが広がってしまうということはあったわけです 被災者の方というのはこういう状況で非常な不便な生活を強いられます。健康状態だけではなくて、やっぱ精神的にもかなり追い詰められている状況になってしまいます。ですので、えー、やはり動物が好きな方にとっては、動物がいることがいいだろうと思ったり、えー、それが当たり前だと思ったり、なんで動物が好きじゃないのか理解できない気持ちというのはあるとは思いますけども、えー、動物が嫌いな方にとっては、 やはり犬や猫というのはとてもその受け入れがたい問題である。場合によってはアレルギーなんかがあって、健康上の問題すら起こしてしまうという方もいらっしゃるわけですね。まあ、そういった動物のことが好きではないと思っている方、日頃は我慢できても、災害発生時のような状況に置かれてしまうと、 ま、えー、普段は我慢できることでも我慢できなくなってしまう、イライラしていたり、不安に駆られて、えー、感情的に動かれる場面が増えると思いますので、非常に大きな問題になってくるという可能性があるわ,あるわけです。それで過去の災害でも、えー、動物と一緒に避難してこられた方と、えー、やはり動物があまり好きでない方と、えー、大きな異世になってしまった事態,事態というのは、もう各所で起こっています。 そういったこともあって、えー、ペットを飼われている方というのは、えー、避難所に入ることをまあ躊躇されたり、あるいは入れてもらえずに、えー、駐車場で車の中で過ごす、いわゆる車中避難、車中泊というのが、えー、行われてくるわけなんですね。もちろん、えー、こういった方たちが全部ペットを飼っているわけじゃないんですけれども、ペットを飼われている方は、こういう行動に出る場合が多いわけです。 その中で、これは新型の地震で見られたことなんですが、エコノミークラス症候群というのがこういった方たちで多く発生してきているわけですね。これはまあずっと座った姿勢でいると、血栓って血の塊ができてしまって、それによって、えー、亡くなってしまうといった方もいらっしゃったわけです。まあ、これは、えー 先ほども言いましたが、ペットを飼っている方だけではないわけなんですけれども、ペットを飼われている方というのは、こういった車中泊などをする可能性が高い、これは熊本などでそういう傾向があったことは明らかです。その理由として、やはり避難所に入りにくいと、そうしますと、車中で生活している中で、こういった病気を起こして亡くなってしまうかもしれないことがあるんですね。ですので、すの これもやはり飼い主さんっていうのも大事な地域住民の方々なわけですからこれは何とか受け入れる方法で考えないと人命に関わることなんだよペットの命の前に人命に関わることなんだということは知っておかなければいけないことだと思います。これも繰り返してみますように避難所では動物の同居は難しい状況です。 こういった玄関や廊下、渡り廊下などで、えーまあ、動物も過ごさなければいけないので、動物も強いストレスを受けるわけですね。で災害への備えというのは、先ほども1枚、ちょっと、えー、文字だけのスライドでお話をしましたけれども、日常の世界備えというのがとても大切になります。 でその備えの中で、ですねそういった動物が苦手な方や好きじゃない、もう生理的にダメだという方もいらっしゃるということは考えなければいけないですし、えー、そこまでいかなくても動物はやはり汚いのではないかといった考えを持たれている方は非常に多いんですね。ですので、排泄物の管理とか、匂いやけの飛散への注意というのはまあ必要なことなんですね。こういったことは日頃、例えば散歩中にちゃんとうんちやおしっこの、まあ 始末をしているかとか、公園とかでブラッシングなんかを行っていないかとか、えーまあ、そういったことをがもし行われていないとです、ね、地域で不満が高まっているわけです。直接言われなくてもあの、犬猫が周りにいるために公園が汚くなっているとか、あちこちで押しっこされているという不満が災害の時に爆発してしまう可能性があるわけです。 これは、えー、中日新聞さんに以前掲載されたもので、岐阜県の愛護団体さんが、えー、調査した内容ということで報道されているんですけれども、えー、66%の動物を飼っていない方が、えー、ありがたいことに避難所でのペットの受け入れには条件が、まあ、受け入れていいんだけど、66%の方が、えー、受け入れてもいいんだけど、条件があるよと言っているという調査です。 その中で,です、ね、トップ2がこれなんですね、一番が飼い主の責任を持った世話なんですね、これはやはりちゃんと責任を持って世話してほしいというのと、あとはワクチンや予防接種をしてほしいということです、これが大きく要望としてあるわけなんですね。 こっちの責任を持った世話というのは泣き声とかね、そういったロウロしてしまうとか、そういったあと排せ物の世話とかが含まれますし2番目にこのワクチンが含まれるということはやはりかなり感染症に対して怖がっているというのがあると思います。 で動物が嫌いな方からしますと、動物の匂いであったりとか、鳴、まあ、き声、それから毛が飛んできたアレルギーの恐れ、それからもともと不潔ではないかというのとか、寄生虫、のみやダニがいる、それは感染症があるといったことが動物嫌いというのに拍車をかけていたり、まあ、こういった災害時の狭い空間で、えー、人がごった返している状況の中に動物が入ってくるということに対して、えー、非常な嫌悪感を持つといったポイントになってきます。 それから日頃から先ほど申し上げたようにこのようにうんちやおしっこそのままで散歩の道のところにはたくさん落とし物があるという状況では日頃から犬に対する嫌悪感というのが根付いてしまっている状況です。なので多少のことではその気持ちを改めていただくことは難しいということになってしまいますよね。なのでまあ日頃からの感情というところも大きな要素になってきてしまいます。 動物から病気がうつるんではないかという心配を持たれている一般の方は多いというのは、先ほどの調査結果でもお話ししましたように、ワクチンを打っているということは、そういった病気の心配がないことの証明という考え方をしているわけなんですね。なので、動物から病気がうつってしまうのではないかと心配している方がたくさんいるということです。で確かに、えー、人と動物の共通感染症というのはたくさんあるのは事実です。 ただ、こういったものに関しましては日頃から寄生虫を駆除したり予防注射の徹底といったことでだいぶリスクは減らされるはずなんですね。ちなみに、まあ、あの海外を中心に災害時で重要な共通感染症としては、まあ、狂犬病ですね。 えー、があったりレプトスピラという、まあ、犬からうつってくる病気があるんですけれども、えー、この狂犬病なんかは日本に、えー、現在、発生はないわけなんですけれども、やはりこれは法律があることなので、その法律をちゃんと守ってますよと、えー、それからちゃんと管理をしていますよといった意味で、まあ、法律に従って、きちっと毎年接種を受ける、登録をするといったことは大事になってきます。 それからレフトスピラーに関しては、まあ、水害では重要な感染症なんですけれども、えー、これも予防注射が、ね、ありますので、まあ、犬に対してちゃんと予防注射をするという、えー、意義の一つになるかと思います。 先ほど申し上げましたけれども、えー、狂犬病予防法ですね、まあ、これは現在、日本で狂犬病がなくてもです、ね、大事な、えー、法律がある以上、その大事な対応になるんですけれども、えー、こういった犬を登録することによって、えー、もらえる犬観察といったものや、毎年注射が終わった後に出される注射済み表ということはです、ね、例えば迷子になってしまったときに、 えー、その子であるということが分かる一つの目安になったりとかですね狂犬病の注射は毎年打っているというのは、えー、ちゃんと管理された動物であるという一つの、まああのー、証しでもあるわけです。 えー、ちゃんと管理されている、き、ま、れ、あ、い、まあ、にしたりとか、飲みの退陣もしてます、いろいろしてますということを、まあ、証明する所有とかあればいいんですけれども、そういったものがなくても、狂犬病を打ってるということは、まあ、一通り管理されてるだろうと見なされる、見なされるということですね、そこは大事なことだと思います。 これは感染症法という、まあ、人の感染症の法律なんですけども、一、えー、類から5類とかありまして、えー、特に一類のものが、ね、致死率とかでも怖い病気なんですが、えー、こういった病気の中で,です、ね、たくさんの病気がありますけども、人と動物の共通感染症というのは、この中のどのくらいの割合でしょうかということなんです。えー、どののくらいの割合があるかというとう このオレンジに書いたところが全て人と動物の共通感染症です非常にたくさんの種類がありますで、まあ現在の新型コロナウイルスも、えー、ひどい意味で言うともう共通感染症です、えー、人から動物、動物から人へというふうに移っている場合もありますのでね。え、なので、えー、人の感染症の多くが共通感染症であるということは言えてしまいます こういった病気は本来動物だけに病気を起こすものであったわけなんですけれども特にまあ人に来るのは、まあ、本当のルートではないのでうつりにくい病気が多いんですけれどもあの特に子どもさんとかお年寄りとか免疫力や体力が低い方には感染しやすいところがありますのでやはりそういった方たちを守るということは大切なことになるかと思います。 で犬や猫もかなり災害下ではストレスがかかる状態ですので、感染症がひどかりやすい状況になっています。免疫力は低下しますのでね。でその中で狭いスペースでたくさんの犬や猫は管理されます、えー。そういった中では、日頃からやはり感染症に対する備えとして予防注射をしておくことは大事なことですよねということになりますで。これは先ほども出しましたけれども、飼い主さんによる自助 というところの大切さということで、まあ、ワクチン接種も大事だしえー、寄生虫の管理なども大切になります、えー、それからまあしつけというところで、うんちやおしっこの始末とか、えー、そういったことも含めてですね飼い主さんは日頃からの対応というのが求められるわけです。 災害に備えて避難袋というのを用意されている方も多くあると思いますけれども、そういった動物を飼われている方がペット向けに用意するとしたらどういうものが必要かというのをまとめてあります。その中では飼育手帳、ですね治療記録が含まれた飼育手帳とか排泄用の処理袋、包帯とかバンデージ、キャリーバッグ、普段飲んでいる薬や療法食という病気用の食事、予防注射の証明書のコピー。 数日から1週間分のフードや水というところが一般的に犬や猫の避難袋の中に入れておくべきものというふうにされているんですけども。 まずこの飼育手帳とか治療記録というのは何のために必要かということなんですけども、具体的にはこんなのがあるんですけども、えーまあ、これには写真が貼ってあったり、日頃のお見までかかった病気のことが書いてあったり、今飲んでいる薬のこととかがまあ書いてあれば、えー、一番そのことが分かりやすいですよね。えー、ですので、まあ、万が一、体調を崩したときにも、そういった情報があれば、えー、対処しやすくなります。 通常であれば主治医の動物病院の先生のもとにカルテがあるわけですけれども、例えば動物病院が診療できる、えー、すぐに診療できるとは限りませんので、長期に休診となった場合などは、やはり必要な状況になってくると思います。この時に必ずそのス,マホなスマートフォンなんかで、えー、ワンちゃんや猫ちゃんの写真を撮っておく、こういったところに貼っておくというのは大切なことです。 というのはまあ後ではぐれてしまって離れ離れになってしまった場合また巡り合える可能性はゼロではないんですねえそんな中でその子であるという証明っていうのはなかなかできない場合があるんですが写真が撮ってあればまずやりやすいですえもちろんマイクロチップという道具を入れておいていただければ読み込むだけで飼い主さんの情報が出てきますのでよりいいことですけどもね 次に、まあえーと、包帯とかバンデージなんですが、まあ、これはけがの治療といいますよりも、えー、例えばガラスが割れた屋内を歩かなきゃいけないということもあるので、その場合、足の裏を切ってしまう可能性が出てきます。それに備えて、こういったドッグブーツであったりとか、粘着包帯というのを使ったりということは可能性としてあります。次に、キャリーバッグですね。 でキャリーバッグを嫌がるという子は多いんですけれども、やはりその原因として病院に行くときにはキャリーに入れるという方が多いので、えー、病院に行くのとイコールになっている子も中にはいるようです。えー ただ、まあ、人が人の思いとは別にですね動物たちはこの中に入るのを嫌がるケースも多いと思うんですね。まあ、そういった場合、慣れさせておく必要性がありますので、日頃から利用して安心できる場所としておくということです。中に入っている時におやつをあげたいとか、えー、褒めてあげたいということも必要でしょうね。寝る場所にしてしまうのも1つでしょう。 だからこの中で、まあ、ちょっとこの子はでかすぎて無理ですけども、この中で、えー、食べ物を与えるとかっていうことをしてあげると、えー、キャリーバッグに入るのがあまり嫌がらなくなる可能性があります。次に、避難所でとりあえず、軽量といって、リードでどっかへくくっておくとき、それから、ま、あ 放浪、えー、しているところを捕まえたりするところですね。その時にはこの麻酔とえすいませんえっと首輪とリードっていうのはとても重要になります。え首輪がないとですね、なかなか保護するために捕まえることが難しかったりします。えー、そしてこのリードも大切で、まあ、リードがあればねすぐに、えー、助け上げることができたりするんですが、えー、これもあるといいと思います。 でこのリードなんですけれども、紐ですね、丈夫なもので、えー、そのリードや首輪についても特徴や色を、えー、先ほどの手帳に記録しておくといいんですね。でこれはやはり、えー、迷子になってしまったときの目印として、赤色の首輪とか、えー、青いリードとかっていうのが情報の一つになることがあります。次に薬と療法食ですね。 養蜂食というのは病気の治療のために使われているフードで、アレルギーとかね、えー、膀胱結石とかそういったことを、の子は使っていることがあると思うんですけれども、えー、支援物資としてかなり早い時期からフードが供給される場合が多いんですけれども、こういったその子のための、えー、治療のための食事というのは優先順位が低いところがありますので、えー、やはり少し余裕を持って購入しておいていただいた方が安心だとは思います。 え次に、慢性の心臓病とかえ腎臓病とかそういった病気があると、やはり治療薬があの必要になりますので、そういったまあ心臓病や腎臓病に対するお薬というのは、ある程度、少し余裕を持ってえ持っておくべきだろうと思います。次に、予防注射の証明書のコピーですね。えー、こういったシェルターというところでは、犬や猫が密集して飼われていく中で、 ワクチンが打っているかいないのかというのはとても重要な情報になりますなので、えー、こちらも証明書なんかもコピーで結構ですので手帳に挟んでおいたいということで毎年打たれているかどうかの判断材料になります あとはこう避難訓練の中に、まあ、犬と一緒に参加するような企画というのはぜひ行政の方々には考えていただきたいということがあって、えー、まあこういったことをしていく中で、えー、飼い主さんとそれまあ一般の方動物が嫌いな方どうでも溝を少しでも薄めることが、ね、できる可能性があって、えー、あるいはまあ普段動物が避難所に来ることは想定していない方もたくさんいると思うんですけれどもそうではないよということを理解していただくことは大きいと思います。 か犬や猫に対しては、ふだんはまあ家の中で自由にしていたとしても、災害時にはこういったケースの中で長時間を過ごさなければいけません。えー、日頃できないことがこういう大変な時にできるなんていうのはちょっと甘い見方だと思います。えー、やはりこういったケージの中でもおとなしく過ごせるような訓練というのは、やはり、えー、若いうちからしておいた方がいいと思います。 これは東日本大震災の避難所の写真ですけれども、えー、たくさんの迷子になってしまったペットたちを探す、えー、ための、えー、表があったり、写真があったりという写真、えー、ところですね。えー、なので、えーっと、たくさんの動物とはぐれてしまう可能性があるということです。飼い主と離れてしまった動物というのは、野、え、良、ー、猫や野良犬になってしまいます。 そうしますと、例えば野良猫なんかは、交、え、尾、ー、しますとかなりの確率で妊娠して、えー、2ヶ月ぐらいで子どもを産んでしまいます。なので、野良猫が非常に増加してしまったり、えー、それから地域の衛生環境、あちこちにうんちがしてある、おしっこはしてある、えー、という状況になります、えー。非常に衛生的に悪い状態になったりしますので、えー、動物たちが飼い主さんと離れないようにするというのは、一つ重要な対策だろうと思います。 例えば、レフトスピラーという病気に関しましてもえ、先ほどもちょっとお話をしましたが、水や土壌がおし,、えー、おしっこで汚染されます。感染している動物がするおしっこで汚染されて、えどうしてもその土を足裏についた土をなめたりしてしまうことで、感染をしたりする病気なんですね。えー、で無症状のこともありますけれども、えー、腎不全や肝不全を起こして亡くなってしまうことが多い、とても怖い病気です。こういった病気も、えー、被災地では流行する可能性があります。 個体識別、個体管理の重要性というのはありまして、そのための仕組みの一つとしてマイクロチップですね。今回6月からあの新しく、えー、ペットショップなんかで買われる子ではププチップが、マイクロチップが最初から入った状態になっています、えー。これはやはりそういった迷子対策というのは大きいんですね。まあ このマイクロチップっていうのは、えー、これがまあ当初の大きさなんですけど、1.4ミリぐらいあるんですけど、今、最新のものでは、えー、0.8ミリぐらいになっています。かなり小型化していますので、えー、針も小さくなっています。えー、ですので、まあ、これも、えー、一つ動物を守るための一つの仕組みだと思っていただきたいと思います。 でまあ、しつけどです、ね、動物のしつけというのは、えー、とても大事だとお話をしたんですけれども、えー、これは単なるその、えー、遊びとかです、ね、芸をさせるというわけじゃなくて、えー、地域の方に迷惑をかけずに動物と暮らしていくというためには、このしつけはとても重要です。でえー、このしつけというのはペットの命を守ることにもつながってくる。例えば、呼んだら食うということがちゃんとできなければ、あのー 災害現場でも二次災害に巻き込まれたりする危険性があったり、そのままはぐれてしまう可能性もあったりしますよね。ですので、しっかりこう呼んだら、えー、来るということも、えー、基礎的なトレーニングとしては必要になります。それからマナー、飼育マナーについてですね、これもとても大事なことで、えー やはり日頃の散歩でもうんちやおしっこをちゃんと片付けずに行ってしまいますと、えー、先ほど来申してますように、えー、地域の方からは非常に、えー、管理が悪いと、えー、いい加減な買い方をしている、街が汚れてしまうというようなことで嫌われてしまいます。えー、ですので、えー、そうしないためには、えー、散歩人もちゃんとうんちやおしっこの処理をするとか、えー、そういったことで、えー、マナーを 飼育マナーをしっかり守るということも災害時に重要な役割を果たすことになります地域を守っていくためには動物が嫌いな方と動物が好きな方というのがまあ、理解し合うことはまあ、必要なことだろうと思います でそのためにはどういうものが必要かというと、えーまあ、日頃からのことなんですよね。えー、ですので動物を触ることがあったらきちっと、えー、手を洗うということはもう小さな子どもさんから教えてい,っていただきたいと思います。これはあの動物が汚いという意味ではなくて、まあ、人と動物は共通の病気の原因になる、えー、病原体もあるにはありますけれども。えー それぞれ動物の種類は違うわけなので、まあ、犬では無害な病原体でも、人に来た場合、非常に有害な場合もあります。えー、その逆もありえるわけで、えー、そういったことで動物を悪者にしちゃわないためにも、えー、世話やスキンシップの後にはしっかり手を洗うということは、飼い主さんも守っていただきたいことです。 次に、いつも清潔にしておく、シャンプーとかブラッシング、それから歯磨きを定期的にするなど、衛生的にしておいてあげるということも大事なことですね。えーまあ、そのうちと思っているうちに、えー、災害がやってくる場合もありますので、えー、定期的にこういったことをして、えー、動物も人に触られることにならしていったりとかですね、筆に常に清潔にしておくというのは大事なことだろうと思います。からトイレは清潔にして、排泄物はすぐに片付ける。 ということですこれは寄生虫ですね、お腹の中の寄生虫っていうのも、えー、いろいろといる中で、えー、新鮮な便から感染をする、えー、寄生虫はほとんどいませんが、えー、数日間置かれた、えー、便では、かなり寄生虫、いろんな複数の種類のが増えている可能性もあります。えー、ですので、えー、新しい便からの寄生虫感染を起きにくいといったことですので、早めに片付けてきれいにしましょうということですね。 予防注射ですね、えー。これは動物を守ることで人を守るためというのが狂犬病なんかにはありますので、えー、もちろん副反応も強いものもあるんですけれども、まずは、えー、人類を守るという意識も必要ですよね。人を守るということでワクチンをちゃんとするということだと思います。次に、のみとかダニがつかないようにとい、えー、ったことで、えー 犬や猫たちにつくのみというのは実は人にもつくんですね。だにも人にもがを覚えすものもありますので、そういったものを日頃からちゃんと対峙して備えておくということです。これは飼い主さんが仮に、いや、うちの犬はのみがいてもいいんだよと言ったとしても、ですね、やはり周りに卵がまき散らかされたりもしますし、こういった災害発生時には、そういった子が屋内に入ってくることで、人の感染というのも起きる可能性もあります。 常に日頃から駆除をして衛生的に使用する飼育するということも大切なことだろうと思いますから定期的な健康診断を受けて病気をほったらかしにしておかないというのも大事なことかと思いますで病気の治療も早期から行っていくということの方が推奨されますでえー 繰り返しになりますけれどもあの、災害時に動物を守るためにはという視点からいきますと、日頃から地域社会に動物が受け入れてもらっているということがとっても大切なんですね。えー、そのためには、あのもう適正しようと、まあ、環境省の言葉では言ってますけれども、適正に飼育するといったことを普段から心がけていただきたいと思います。なので、衛生的な飼育に努めるしつけをしっかりする。 予防注射をしっかりしておくこと、えー、日頃からの健康管理をしっかりするというのが、もう基本中の基本ということになります。で少しまあ動物から離れたとしましてもね、えー、市のホームページなどでは、まあ、今、ハザードマップっていうのがさまざまな災害に対応してできていますので。 日頃からそういったハザードマップをチェックしたりとすることで災害時のことを想像しその時の行動を考えておくということも大切ですそして一番いい方法が必ずしもその時にできるとは限りませんので最善の策のほかに事前の策とか複数の方法を考えておくべきでしょうといったことが言えると思います で災害発生時にはまずは、えー、飼い主さんもまず身の安全を図らなければいけないです。えー、これは、えー、ペットも大事な命であることは十分に分かりますけれども、飼い主さんあってのペットということで、えー、飼い主さんが怪我をされたりしますと、えー、ペットたちを守っていくことができなくなってしまいます。えー、それから、まあ、ペットも災害弱者、あるいはそのペットを飼えている飼い主さんも。 えー、やはりちょっと弱者と,はとまでは言えないにしてもですね、えー、動物がいるために避難行動が遅れる可能性は十分にあるわけです、えー。ですので、やはり地域を守っていくためにはあのー、動物の飼い主さんは日頃からあの衛生的な適切な、えー、飼育をしていただく。ののの時のうんちやおしっこの始末 基本的なしつけをしっかりとして、えー、通行人に突然、えー、遊び感覚とはいええー、飛びかかるようなワンちゃんでいたりとかね、ずっと吠え続けるワンちゃんというのは、決していいわけではありませんので、そういった日頃の、えー、しつけというのも力を入れるということになります。えー、そして、ペットの飼い主さんは、避難行動が遅れがちです。 えー、ですので、えー、お年寄りなど災害弱者の方たちと同じようなことで自分たちも足手まといになるかもしれない、だから早めに避難しようということを考えていただきたいですし、えー、それを受け入れる避難所の方でもですね動物たちの飼育があの 動物たちとの同行、えー、避難がダメということは基本的には、ね、ない部分がありますので、えー、日頃から、まあ、地域のことを考えていただいて、えー、ペットを飼われている方たちも大切な住民だということで、あのー、動物を避難所で受け入れていく準備というのも、えー、飼育者の方と、えー、共同して行っていただけると、えー、とても、えー、安心できるのではないかと考えます。 はい、それでは、あの、ご清聴ありがとうございました。これで終わりたいと思います。佐伯先生、貴重なご講演をありがとうございました。災害時のペットに関する現状と対策を、大変わかりやすくお話しいただきました。以上で講演会を終了いたします。